ウントダウンしたのかな。こんばんは。こんばんは。はい、3月7日、6時に投げましたドバさんの番組、始めたいと思います。今日のゲスト小沢淳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前だけ言ってしまったんですけど自己紹介と、はい、アピールかなんかあればお願いします。株式会社オビアコという会社を、去年7月に立ち上げまして、食事エプロンをこう作る会社を作りました。はい、起業されたということで、はい、社長さんです。一応まだ実績はあんまりあるんですけど、新人社長さんですね。島田にあります、アルファベットの小文字でオビアコ、オビ通りのオビにヤッコさんのヤッコですか。そうです、はい。もうあやかってヤッコはCEO ですね。そうです、はい。まあ、もしかしたら、この画角の中に QR コードを出していただけるかもしれませんので、はい、そうしたらそちらがホームページになってますのでね、はい、エプロンの会社ということですけども、まあ、後々そんな話になっていくかと思います。ということで、今日はね、子供用エプロンという形でお知らせの方にはちょっと可愛い感じにはなってたんですけど、遡ることと言いますか、結構久しぶりですよね。本当にもう11年ぐらい。そんなになります。10年ぐらい。今2022年なので、はい、あ、そうか、うん、元はツイッターなんですよね。そうですね、ツイッター、お互いツイッターをそれぞれやってまして2009年か2010年、そのぐらいですかね、うん。まだ静岡でも当時、まだ震災前なので、そうですね、全然震災前ですね。そう、うん、電車、私も通勤してたんですけど、電車の中でも iPhone を持っている人が車両に一人いるかどうか。そうですよね、まだなんか iPhone が、うん、なんだろう、大ブームになる前ですよね、うん。電車の中でね、うん、こう車両の中で、うん、まあ、大体みんな携帯せせくってですけどそれがね、こう iPhone ってのがまだ車両にいるかいないか、あのね、いると、あ、 iPhone だなんて感じで、私ね、Twitter やってたんですけどね、その頃に、Twitter って何っていうようなねそう、まあ、テレビ局とか雑誌なんかもにわかにツイッターを扱い始めた、うん、そうですね、少しなんかこうにぎわい始めた頃ですかね、うん。まあ、確かジュンさんって言ってね、はい、私も、まあ、今もロバみたいな感じでロバさんってやってましたけどね、はい。結構当時のツイッターってな、今とはまたちょっと違った楽しさというか、ね、うん、そうですね、なんかね、こう新しいもの好きが集まるみたいな感じ で、うん、で意外とその iPhone とかの、こう新しい OS に備わった機能をいろいろ試すかのようにツイッターから、そうですね、まだツイッターもなんか手探りな感じですよね。いろんなこう機能と連携しながらね、リアルの今どこどこナウみたいな、そうですね、今言いませんよね、どこどこナウとかね、もうだいぶ昔になっちゃいましたねと情報感度の早い人が渋谷ナウとかなんか言ってこの方静岡駅ナウとかね、そうですね、なんか言うと、うん、その静岡で、だから当時は逆にそのツイッターとか SNS を通じてこう知り合うと、うん、お互いなんかこう背景を持って、うん、情報感度高い人が多いというか、そうですね、なんかね、それでこう集まりがあったりとか、うん、でテレビを見てたんですよ、そしたら小沢さんが取材をする、ツイッターをやってる主婦ってね、それがニュースになっちゃうというか、そうですね、まあ、ニュースじゃないですね、あれも取材されてね、一つのコーナーとしてこう、ツイッターを起点にしてこう人がこう出会って、そうですね、まだなんか普通の主婦が取材される時代でしたね。どんな活動されてるんですか、そうですね、逆に興味がいや、もう全然パートしてましたし、でパートのちょうどね、お仲間が楽天さんでこうお花売ってたりとかしてたので、うんうんうん、そこにちょっとこう、ね、お手伝いに行ってた時に、うんうん、ちょっと取材をじゃあ来てくださいみたいな形で、うん、
受けたんですけど。まあね、まさかね、あとああいうSNS というか、そうですね、スマホが普及するみたいなことに、ツイッターもそんなに、逆に私はもう盛り上がってる頃にはもうやめてしまっていて、そう、私もね、こう盛り上がるピークをこう過ぎたものにストーンといなくなった方なので、そうだから、なんでもちょっと早すぎるっていうかね、そうなんですね、早すぎるんですね、で早すぎるところでこう異様に盛り上がこうはまり込んで、でね、みんながこう、そうですね、乗ってくる頃にはすでにもう挫折しているという、冷めているんです。そう、確かね、そう、私もあの当時フォロワーが30万人ぐらいいて、ね、すごい で周り見ると、孫さんが100万人ぐらいいたから、坂本龍馬伝ナウみたいなね、龍馬伝を見ながらこう龍馬とかね、なんかつぶやいて、その時はね、ホリエモンが50万人ぐらいフォロワーがいて、その後収監されるというね。で、ロバが30万人で。すごいですよね。意味不明と。まあそんな、実はヤジ TV の青木さんともその頃に知り合ったんです。あ、そうなんですね。私静岡にずっといたのでね。それでまた、冷めるのも早かったので。上にね、今こちらの方に出てますけど。あ、ありがとうございます。はい、なんかわからないですよね、これだとね、ちょっと私の準備が悪くて、こちらを開くと何が出てくるかっていうと、ね、そうですね、小沢さんのエプロンの、そうですね、ちょっと宣伝しましょうか、宣伝をしましょうか。こういったね、ちょっと変わった生地の、エプロンでして、ちょっとこっち側の緑の、こっちはね、大人用でね、作ってるんですよ。なのでロバさんがかぶってもらってもいいんですけど、これこういうトートバッグじゃないんですよ。そう、エプロンなんです。ちょっとこれかけてみて。それね、それそこじゃなくて、マジックテープを外してもらうと、マジックテープ、こうやって、こうして、あ、そう、なるほど、こうして、ここを開くんですよ。これでこう被るんですね。そうなんです、被るんです。で、ここをちょんちょんとこう、こうするとちょんちょんとやってもらうと、もうかぶれちゃう。料理をするエプロンじゃなくて、食事、私も行儀が悪いのでいろいろ食べこぼしてみます。で、そこに、あ、そうか、これを、テーブルに粘着剤がね、ここについているので、そうすると、汁、子供って言いましたけど、お年寄りとか、そう、お年寄りも今ね、作っていまして、これからちょっとお年寄りの方も販売して、最初は本当は介護の方で、楽ですよね、こうするとね、介護の方でね、作ってたんですけど、意外とこのギミックというか、はい、そうなんです、この仕組みがすごいです。そうなんです、なので内側に折ってやって、今衣装登録をもうできてて、あと特許もちょっと今出しておいて、資材のね、特許はちょっと時間かかるんですね。そう、特許は時間かかるんですけど、衣装はね、実用新案の方もちょっと早いと思います。すごいです。これだと特許クラスですね。そうですか。こんな、なんか、そうですね、これ実用新、衣装登録ですね。お腹いただいて、デザインの、はい、こういうことも企業に合わせてこうやられてる、はい、ということなんですけど、まあこれ完成形として、今このプロダクトとかね、はいはい、商品、これをメインにして、子供用のエプロン、はい、でそれも機能性ということで、機能性とね、あとね、これが富士吉田のちょっと生地で、船久保織って言って、かなりなんていうんですか、高級な生地なんですよ。元は何に使われてる？元はね、傘に使われてるんですけど、ね、もう 2万円から3万円するような傘の、高級傘に使われてる。これ傘の模様なんですね。そうなんです。おしゃれな、はい、ちょっとお高い傘の、そうなんです。なのでちょっと今販売用もちょっと子供用エプロンにしてはお高いんですけれども、まあ、ただね、生地自体がすごく撥水加工があるので、そうですね、悪天候とか雨の中で使うようなものなので。そうなんです。だ、子供さんのこう汚、どうせ汚すものなのでっていうと、まあ、汚して洗って汚して洗っての間にどうしてもこの風合いというか、なんとなくこうすすけて汚れて、そうですよね、どうしてもね、取れない汚れとかってあると思うんですけど、これだったらね、そうなんです、割とね、水でジャーッと洗ってしまえば、で乾きもね、もう本当にたださっと落ちちゃうので、
なんで2枚3枚よりも1枚でこれで済んでしまうっていうことで、なんかそれをそもそもその傘の素材というところから、うん、ご存知でいて、うん、そこからなんか着想を得て、そうなんです、まあなんていうんですかね、傘のその歯切れを見させてもらって、うんうん、本当今 SDGs とかって言われてますけど、うん、何かこんなに綺麗な生地がなんだろう、捨てられちゃうのはもったいないなってすごい思っていて、うん、でそっからちょっとこのなんていうかね、斜めのそれこそ傘の斜めのところからこうちょっと着想をもらって、うん、こういうデザインにしたんですけど、意外とデザインだけじゃなくてなんだろう、機能性も丈夫さで言ったらもう傘って、まあ、開いて閉じて縛って、ね、開いて閉じて縛ってってね結構ハードに使えますからね、うん、でまあこれ かけといても割とインテリアというか割とねこう子供子供したこう柄じゃないので、そうですね、なんかこう、ね、キャラクターのものでは、ね、そうではないので、うん、割とねこういいのかなってこうお声もいただいてるんですけどね、うんうんうん、まあ、もちろんこれ直接お使いいただくママさんとかね、はい、見ていただいてこちらの QR コードからっていうのもそうなんですけど、はい、うん、今販路というかね、はいはい、そちらをこう求めてらっしゃるというか、そうですね、生産 の、はい、委託先も見つかって、うん、結構その量にも応えられる、はい、いうようなことにはなってきてる。だんだんですけどね、まだね。どうしてもこまごまやってるとね、そうなんですよね、コストがね、うん、っていう問題もあって、うん、広くこう広めていくことによって、ね、まあ、もうちょっとこのネタ、はい、にもなっていくなるといいんですけど、ね、まあ、ですから、まあ、どのような場所でこう広めたらいいかなというね、うん、そういうこともしながら、こういうものを置いていただけるような方がいらっしゃいますか、ね、はい、もし見ても置いてもいいよとか見て、見せてっていう方がいらっしゃったらぜひ。まあ今これお店を持って売っているということではないので、そうなんですよね、インターネットとかで、うん、あとね、まだちょっと、うん、時期は未定なんですけど、うん、門出大井川さんでもちょっと、はい、サンプルというか使っていただける回を今計画はしているので、うん、あ、はい、なのでまた、ね、あ、それはなんかお試し会みたいな、そうですそうです、レストランとかで、うんうん、来ていただいた方にお試しをねしていただける回、あそこもなんかこうそういうイベントというか、はいはい、そういうものもこう求めてらっしゃるんで、ね、そうだ、心よくね、いいですよって言ってくださってるので、うん、もうあとは私の準備ができる。やっぱなんか物を売るだけのこう場所っていうよりもね、はい、そういうことでこう人の行き来とか、そうですね、お出会いがあっていいかなと思うんですけど、うん、ね、うん、実はねこの番組、はい、私自身にこう私がなんかこう引き出しをこう持っているというよりも、私が興味ある人をこう勝手にこうありがとうございます出てよって感じでナンパをしてナンパされたんですねお願いして出ていただくで、お願いしている上にギャラを出さないといやいやいやことでなってるんですけど、そう、小沢さんも実はそういうことで最初に話したんですけどね、もうその出会いはもう随分前になる、で私もSNS 盛り上がったんですけど、うんうんうん、その後一回こうお休み期間戻ったということで、小沢さんもなんか似たような感じ そうなんですよね、私も引っ込んだんですけど、小沢さんの姿も見えなくなったなってジュンさんの姿もどうされてるのかなと思ったら、Facebook になんとなくちょろ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 お友達じゃないですかって、あ、出てるなって、あ、向こうにも出てるのかなとか思いながら、お友達ですかってこうね、Facebook さんが聞いて、今メタさんがね、はい、こう聞いてくるので、いかにもって思うんですけど、なんかこういうのってこう気恥ずかしいというか、うん、なんか ねいいのかな、新鮮なのかな、いやでも見てみたら、ちょっとこう覗きに行ったら、なんかこういろいろ静岡の方だと思ったら、うん、島だね、島田にいらっしゃって、しかも起業してらっしゃって、そうなんですよ、ね、もう商品まで開発してらっしゃったっていうから、はい、これはちょっとインタビューに行かないと、ね、はい、ありがとうございます、今日久しぶりですっていうのが実際は1回お会いして、あ、そうなんですね、全然おかわりないですね
言ったんですけどね。いろんな意味で変わってないですよね。まあでも実はね、お互いにいろいろ変わってるかと思う、うん、私がここに出てるってこと自体変わってますからね。そうですよね、本当ですよね。私逆でしたからね。そうですね。そうなんですよ。昔はなんか立場逆転したというかね、うん、立場逆転してますね。というところからね、そう、単純にその物の興味っていうのもあったんですけど、うんうんうん、やっぱりそういう、この震災以降ですね、いろいろお互い境遇変わったっていう部分で、そうですね、そう、なんでその島田に今いらっしゃって、うん、しかも会社を起こされるような、もうね、っていうところはね、去年、ちょっとお伺い言わせたんですけど、うん、まあ、今日そんな話題も織り交ぜながらと思いますね、はいはいはい、そうですね、あ、そう、まあね、去年本当に去年というか、まあ、この騒ぎ、ああ震災震災言いましたけど、今はもうどちらかというと話題は、567ね、そうですね、その騒ぎが ね、あって、でまあ、新型コロナウイルスっていうのももう2年、そうですよね、もうよっぽど新型でも なんでもなくて、もう旧型どころか当初の新型はいないんじゃないかと思うんですかね。どこ行っちゃったんですかね。でまあそのなんですかね、全然起業なんかするつもりも全然なかったんですけど、あ、逆、そうなんですか。そうなんですよ、逆にね。このコロナ、その騒ぎがなければ、コロナが入るまでは起業とは全然関係なく、うん、関係ないです、という当時は島田にもいなかった。そうです、静岡にいましたし、うん、でそれこそまあツイッターとか、うん、まあ、いろんなところに出なくなってから、うん、まあそう、子供のね、うん、ことをいろいろして、で、まあ、あの頃ちょっと夜出かけたりとかしてた時に、うんうん、ちょっとある方にこんなことしてていいのみたい、子供はすぐ大きくなっちゃうよ、うん、みたいなお話もされ、うん、していただいて、でその時に、私自身ももう、ちょっとハッとして、うん、で、まあ、切り替えをさっとして、うん、でそれこそ、まあ、子供もね、今はそれこそ自分のやりたい仕事につけていますし、2人とも、子供さんも、そうですよ、一人立ちを一人立ちを2人とも左立ちをして、でそれこそ好きな、ね、やりたかった仕事に今ついてたりとか、そうですね、10年前は子育てしながらっていう、そうなんですよね、中学生、上がね中学生だったですし、なので、でその後もちょっと親がね、ちょっと体調不良になったりとかして、うん、まあ、母が亡くなったりとかしてですね、うん、そうだったんですか、そうなんです、この数年の間に、うん、でなんかこう逆にこう華やかなツイッターとかフェイスブックとかを見てると、うんうん、自分がこうなんていうのかな、そのなかなかね、子育てとか介護とか、うん、そういったものを見てるとちょっとこうなんていうのかな、置いてかれた感じがすごくして、でまあちょっと、なんかこうやっぱ専念しようかなみたいな形でちょっとフェードアウトというか、させていただいてたんですけど、うんうん、でまあちょっともうね、母親もあれだし、あの子供もそれこそコロナの直前に、はい、あの独り立ちをして、はい、まあ、これからよし遊ぶぞみたいな、いよいよ羽を伸ばそう、そう、いよいよこれから私の時代だみたいな思ってたんですけど、ちょうど2年半ぐらい前、そうなんですよ、うん、で子供をその何ですかね、会社に入れ、うん、あの何ですか、埼玉にいるんですけど、うん、埼玉に送り届けてって言ったらもう本当に出れない状態になってしまって、うん、でまあ、うちもね、主人がちょっと会社をやってるもんですから、その会社に出てくるのに結局マスクがないよとか、あ、マスクが足りないってことですか、足りなかった、もうこういうね、会社に行くためのマスクもない、そうそうそう、不織布のマスクももうないと、で会社も結局ね、出てくる仕事なので、うんうん、従業員さんもパートさんも結局マスクないと、うん、怖い怖いみたいな形で、うん、じゃあどうしようかって探し歩いたんですけど、うん、なくて、で結局パートさんとマスクを作るみたいなところから布マスクをこう作っていたりとかしたんですけど、うん、あ、当時ね、こう結構あのヤジ TV の関係の人も、うん、マスクを自作したりとか、そうですよね、で割とこうプレゼントすると喜んでいただいたりとか、うんうんうん、遠くの人にもね、こうあの送ってあげるとすごく喜んでいただいたりとかして、 で、ね、でなんかそんなことしてる間に、うん、なんかその出れないので外に、うん、で
自分が買ってたお洋服屋さんもあの店舗閉めるみたいな話になって、いやどうするとかって言ったら、主人がふと、あ、自分で作ったらいいじゃん、暇だし、みたいな感じで言われて、でそっからのまたほらツイッターの行動力と一緒で、要塞教室に、そうなんです、要塞教室に、そこからですか、3件ぐらい通うというそこからミシンを習うという怒涛のなんかそのあれをしまして、でちょっと落ち着いてきた頃にそのね出れなかったので、じゃあ布を探しに行きたいなみたいな、なんかなかなかこうネットで見ても分かんないし、みたいな形でちょうど富士吉田のねその、その工場を巡るイベントとかがあって、秋にで OK だよっていうことだったので出かけて行って、この実はさっきできたこの布、これは傘工場ですか。そうなんです、傘工場っていうかね、もう織物工場です。だから傘の生地だけ作ってるわけじゃないんですけど、うん、でこの本当に生地と出会って、ただこの生地自体が私もなんかそれこそ随分前にそのなんていうか2万円3万円の傘を、見た時にすごい憧れてて、とてもそのね子育てしてる状況なので買えるような状況じゃなかったので、ここの布を知っていたんですね実は、それでなんかそのびっくりしまして、あのできたらこう取引させていただきたいって社長さんにもお話ししたら、心よくあの受けていただいたり、あの最初だからっていうことで、あの試作の布はだいぶね安くいただいたりとかして、ただあのそういった形でね、あの商品化していく過程で、あのFacebookの方にもあったんですけど、結構その島田のあの企業支援とか、すごく活用されて、あのもうその時点でも島田にいらっしゃってた。そうですね、あの主人がそれこそね島田で仕事をしてるんですけど、静岡結構多かったじゃないですか最初、あのコロナの感染者数がすごく多くて、最初に向こうがピリピリそうなんですよねそしたらあのやっぱりパートさんたちが、わ怖い怖い静岡から来るのみたいな感じで言われてたし、私自身ももう家にずっとこうこもりきりになっちゃってて、こう半分ちょっとこうなんだろう、こうドヨーンというか暗くなって いるような状況だったので、まあ、ちょっとまあ気分的にもちょっとね変えようかみたいな形で、あの新規一転、そう新規一転、まあ、2人でもう2人だし、まあ別に静岡にいることもないかなっていうような感じで、コロナで引っ越したコロナなかったら絶対引っ越してないですからどうですか島田は。そうですね、すごく楽しくって、ね、駅前に住んでるので、駅の周辺をこうぐる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 あと、まあ、LINE クーポンっていうのをね、島田市でやってくださってたので、それで新しいお店をねいろいろ知れたりとかしてね、そう結構ね島田も街中、今綺麗になって、そうですね、あの意外と個展というかね、こうあの個展ってあの個別のお店が、まあ、飲食なんかも含めてアパレルとか、ね、すごくいいお店がいっぱいあって、あの結構あの頑張ってたし、そこをこう見下ろすようないいところに、いやいやあのお借りしています、結構ねこう、割と焼津もそうだし藤枝もそうだし、この辺も結構あるんですよ最近、ここあのコロナ禍でも、開業されて、飲食もそうだしアパレル、アパレルっていうかね、こうあと人が、まあ、コロナ禍でも逆に、あの人が集まるっていうところがやっぱり価値が上がってるのかもしれないですね。そうですよね、なんかこう新しい出会いというか、そうですよね、やっぱりこう触れ合いみたいなところがやっぱりどうしても求められてるのかなっていうのは、まあ、この前の番組であの厚美さんってね、ホヤイズ TV でも、あの大井川の方で、あの大井川じゃない、あの御前崎とか浜岡の方でイチゴとかね、こうパパイヤとか、あの大先生がいるんですよ栽培の、あの、まあ、その方もこうあのマルシェとか、そういったことところでもやってるんですけど、まあ、先ほど言われたようなその
門出のああいう場所とかでもいいですしね、またこれからですね、そうです、いろいろ PR してさせていただいて、イベントなんかでもぼちぼちお見かけしましたはい、おびやこさんの、はい、あのかわいい、はい、ちょうど時間ですよ、はい、ぜひまたもし興味ありましたらお声掛けください、はい、お願いします。これ株式会社はおびやこの、代表取締役ということで、はい、このエプロンですけどね、はい、食べこぼしの掃除が楽になる、うん、机とエプロンとこうくっつけて形になりますので、ぜひこの上にあるQR コードからぜひ覗いてみてください。スクショしていただ、はい、いただければと思います、はい、今日どうも島田からお越しいただきまして、ありがとうございました。お声掛けいただきました。ありがとうございます。これで終わりたいと思います。ではですね、次の番組なんですけど、6時半からはデブマキチャンプルーの140回目ということで、牛すじなんか美味しいものが牛すじの大石たまみさんが来ていただきますので、ね、美味しいお話が伺えると思いますので、ぜひチャンネルはそのままお楽しみにください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。